どうもこんにちは、ナムです。今日はですね、6万人を達成したということで、僕がね、いつも普段どういう風にお昼ご飯を食べているか紹介します。そうですね、まずこちらに見えますのが、よくあるコクうまっていうキムチですね。それとご飯、醤油と、マヨネーズなんですけども、これじゃちょっと物足りないなとちょっと思う時ありますよね。やっぱりその時僕はどうするか、ではちょっとついてきてください。ちょっとこの机の下をね、こう探ってみましょう。まあ、このね、こう机の下をこう探っていくと、まあ、ちょっと汚いんですけども、あ、ここにキムワイプが見えますね。このキムワイプの中、漁ってみますか。このキムワイプの中を漁ってみると、ほら、ほらね、ツナ缶が出てくるんですね。まあ、これをおかずにしたいと思います。はい。まあ、ちょっと豪華なんだけど、もうちょっとなんか物足りない、もう一品欲しいなった時はね、はい、このね、ちょっと、いつも動画には映らない、この汚いね、場所をね、こう探ってみましょう。まあ、服がね、ちょっと山積みになっちゃってるんですけど、こう探ってきて、おや、これ韓国海苔ですね。やりましたね。これでおかずゲットしました。そうしましたら、お昼飯ご飯を作っていきましょう。まずこちらの、ツナ缶を、開けますね。そうしましたら、ご飯を用意してください。そのまま上に、ぶち込みます。はい。そのままね、上にぶち込みます。はい、これでもう美味しいが聞こえていきますが、こっち側の、この半分にこの醤油をね、こう垂らしていきましょう。こっち側にはね、こっち側にはこうね、こう、あいだまつなむしですね。うん。たら、韓国海苔をこの上に、ファサってね、ちょっとね、外れちゃったんですけど、ファサってこう、ね、ちょっと外れすぎ。で、ここに、コクうまをのせますなら、はい、できました。こちら、韓国丼です。すみません、ちょっといただきますね。このツナの部分をね、ちょっといただきますね。うん。うん、韓国。はい、というわけでね、ちょっとネタが思いつかなくて雑な前振りになっちゃったんですけど、このツナナウのチャンネルが6万人突破しました。ありがとうございます。相変わらずインスタやってて、まあ土日フルに使ってもこのぐらいの更新頻度になっちゃうんですけども、まあこれからね、元号が令和に変わるということで、ちょっと心機一転、またね、ちょっと更新頻度を頑張って上げて、というわけでまあ久々に、まあというわけで久々にね、こういう動画なんで、質問コーナーやります。ありがとうございます。見返してくれれば大抵のことわかると思うんですけど、まあ何でも下にコメント欄にね、書いてってください。まあとりあえず一人一つぐらいね、お願いいたします。あと僕、たまにラジオやってるんですけども、まあ、そのラジオのね、質をもっと上げたくて、マジなラジオっぽくしたくて、ちょっといろいろな企画動画を考えたいんですけど、ちなみに一人じゃきちいなって思うんで、もしラジオに精通してる方とか、その企画こういうのは面白いんじゃないっていうのがありましたら、ぜひツイッターの方に、ちょっといろいろなコメント飛ばしてください。そしたら僕も企画パワーアップして、プレゼントをパワーアップして、まあね、ちょっとラジオパワーアップさせたいなってすごい思ってるんで、あ、よろしくお願いします。というわけでね、今回ちょっと面白みもねえ、ちょっとなんか変な動画になっちまったんですけど、まあ質問コーナーの方とラジオの企画、たくさんコメントお待ちしております。というわけで、これからもね、頑張って動画投稿していこうと思うので、応援の方よろしくお願いします。というわけで、じゃあな。こんにちは。